こんにちは、レイです。ということで、今回はですね、海外で起きたラッキー VS アンラッキーリアクションビデオやっていきたいと思います。どの内容かっていうと、フォートナイトで起きた、ま、ラッキーな瞬間とアンラッキーな瞬間をね、まとめた動画があるので、そちらをね、皆さんと一緒に見ていけたらなと思います。ということで、早速本編へ。レッツゴー。アイテムショップからクリエイターサポート、レイ FN、絶対してくれよな。はい、ということで今回見ていただくのはこちら、ラッキーですアンラッキーということで、3年前に投稿されている動画で132万再生ということでね、今回はこちらを見ていこうかなと思います。スタート。あ、これワンショットか。懐かしい、ワンショット。これスナイパーしかないモードが昔はあったんですよ。やば、まっすぐ飛びすぎてる。さあ、続いて。まあ、このミシックばっかりあるの懐かしいな。なんか懐かしいのばっかり来るな。さあ、残り 1v1。さあ、この元気玉で。うわ！コントロールの接続切れた。うわぁ、これはアンラッキーやね。さあ、来ました。女の子。武器コレクターおるんやけど。え、フォートナイトにおいて武器5種類持つやつおる。さあ、撃たれてる。健在もゼロ。撃たれてる、撃たれてる。なぜか当たらない。当たらないってやつね。さあ。お、やっぱ。しれっとやばいぞ、これ。ここにいる敵死んでるからね。167メートルノースコープ、バケモン。かわいそう。大会かな。大会で勝った瞬間に接続切れた。そんなゴミゲーある。ちょっと英語読めないけど多分そういうことだと思う。これ過去一アンラッキーなんじゃないかこいつ。さあ、出ました、アイアンマンのところ。ここめっちゃ好きだったな。さあ、開幕だね。目の前にあるショットガンがある。かわいそう。天国から地獄へ一気に落ちたやん。開幕青ポンプは最高の瞬間なのにね。ちょっと画質悪いな。3年前だから仕方ないか。さあ、これなんだ。味方を起こそうと起こしてる。撃たれてる。無理じゃない。屈伸でかわしまくる。マジで。いや、まあ、さあ、これなんだ。ショックベル上がって、スナイパーでノースコープからの、うまっ、ただうまい。さあ、ここなんだ。落ちそうだよね。勝つんだ、これ勝つんだ。でも絶対落下しら負けるかと思ったら、相手のはちょっと先で落ちてたね。これはラッキー。女を、女です、鬼高い。何これ、後ろにでっけえ鳥箱あんだけど。さあ、あ、うん、かわいい。さあ、なんだ、スナイパーでブッシュの中抜いてく。リアクションがいいね。さあ、トリックかこれ。バウンサーで上がって、マジ、おう、うん、そっちなんだ。これね、ヘビスラが当たってると思いきや、2発目のハンティングが当たってるね。まあ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 。すごい。さあ、スナイパーを持ってるね。草むらの中確認して、いない。うわぁ！これスラッピーって、ね、ここで実は回復できるんですよ。隠れながら。そこにいるやつに対して決め打ちなんだけど、これ。ラッキーだね。今日はスナイパーが多いな。なんだ？味方がハープに釣ってる敵を空中で倒してるわ。えぐい。さあ、開幕。武器が渋いね。ガス缶があるぞ。ほら、ガス缶で、投げて、そう、そのガス缶壊して、まさかの、相手も全く同じ思考をしてたっていう。このガス缶でね、相手を倒そうとしたんだけど、相手も同じと考えて、相手もガス缶投げて、しかもピンポイント。いや、相手が一番上手だったね。
これはもう、アンラッキーとかじゃないよ。相手が上手かった。さあなんだ。そっぽ向いてるけど大丈夫か？車の音がするけど。さあ気づいた。え？これはワッツだな。車が来て、明らかに当たってない。これで死ぬのクソゲーすぎる。さあ、トリックショット装置があるね。さあ、トリックショット。やばい、結構すごいぞ、これ。おお!What?What? The game is crap! 当てた瞬間にクラッシュした。まあでも、当たってるからね。もはやラッキーでしょ。だってあれ、あと3秒早くクラッシュしてたら、今のトリックショットなかったからね。さあ、これなんだ？さあ、金本がある。あ、いや、もう危ねえ！ああ！そうなんですよ。昔のね、この場所にはアイアンマンのボスがいて、そのアイアンマンのボスね、こいつ貫通させてくんだよね、建築物とか。こいつただチーターだから。え、また女の子だ。さあ、これはなんだ？健在がゼロ。厳しいぞ。折々叫ぶなって。もう夜間よりうるさい。さあ、トリックショット来ました。うわ、すげえな、この装置。うえ、マジで？うわぁ！うわ、いや、かわいそう。今のは辛い。さあ、車が来てる。やっぱ引かれる。うわ、落ちた、落下死か？水の中！ラッキーすぎる。さあ、続いて、ショックウェーブバウンサーで飛んで、スナイパーで、当てていく。なんかさ、やっ多分、ヨーって言ってるんだろうけど、マリオのヤッホーにしか聞こえないんだよ、この人。ヤッホー言うとるよな。ちょっと待って。ちょっと待って。やばい、モニター天井についてんのか。おい、どこ見てんだ。ちょっと待って。こいつ、今日一おもろいやんけ、やばい。こいつめっちゃおもろいな、おい。えぐいだろ、こいつ。好きすぎるな。あー、すごい。もうダメだ。あいつのせいでもう、何も見れない。おい、えぐさあ、上にいる敵を、うまい一問落として、倒した。うぅ、パーフェクトではないよね、絶対。今、パーフェクトするよ、この人。さあ、これは、アリーナだね。すげえレベル高いな、このアリーナ。さあ、スナイパーで、さあ、何を見せてくれるんだ。右に見えた。飛んでる敵を、ノースコープ！さあ、開幕スナイパーしかないぞ、この人。やば！昔のスナイパー、こんな当たるっけ？さあ、アリーナポイント49,777。やりすぎ。49,777にもなると草の中見えるんですよね。見えんのよ。さあ、スナイパー当てて倒してからの落下し。うわぁ！ちょっとラッキーすぎる。これ敵に根元崩されてて、建築立たなくなって落ちたんだけど、たまたま下にあったボートに乗るっていう。これすごいね。幸運だな。しかもなんでこのとこにボートあんだ？さあ、草、あ、違う。屋根の中で回復して。かわいそう、これ。しかも、これなんと大会です、この試合。大会で、屋根の中にまでしっかり隠れたのに、サメが貫通して殺してくるっていう。さあ。ここにいる敵がさ、倒したかったんだけど、ちょうど敵がこの下の建築編集して落下して、うん、悪すぎる。これは今日のラッキー VS ラッキーおもろいな。なんかすごい回復いっぱい投げてくれてる。容赦なく当てていく。うわ、ちょっと懐かしい、この建築。今の見た？ちょっと昔からやってるしか分かんないけど、これめっちゃ懐かしいんだけど、この屋根、屋根をさ、くっつけるやつ。懐かしい。さあ、ハッシュ君何してくれるんだ？ハッシュはうまく合ってくれ。さあ、ギャル来た。
さあ、目の前にいる敵が98、体力2、倒していく。もう一人21、大丈夫か、弾切れそうだけど。敵多くね。ただ敵は武器持ってないからね、これ。うわっかわいそう、車に押されたね。うまそうだぞ、めちゃくちゃ。さあ、でも体力14、厳しい。アンチも来てる。クラッシュパッドに閉じ込められた。そう、なんだこれ、なんだっけこの魚。あ、叫び魚だ。叫びの魚で上に奇襲を仕掛ける。さあ、いけるのか。うわバウンサー、もしかして。うわ天才すぎる。撃たれてる。カウンタースナイパー、かっこよすぎ。ん、何をしてる。いえ、あの高さから入れる保険あんの。さあ、チャグジャグを飲んで、あと3秒。うわホラゲーじゃん。ホラゲーだよこれ。さあ、ダンスボール握りしめて、うわっ、ほらホラゲーなんよ。さあ、下の川に降りたい。なんで。さあ、今度なんだ。ここも懐かしいな、ミスティーメドウズ。ちょうど止めたとこに目の前って聞いんだけど。ちょっと当てて、体力50。倒していく。からの、体力1。終わり？急に渋い。え？めっちゃ美人来た。かわいい。どうなんだ？カウンターノースコープ！いや、音。音がすごい。さあ、物資を取るところ、ヘッショー。さあ、最初に倒して、ヘッショーワンパン。さあ、体力がない。さあ、もう一人倒して、もう一人ワンパン。ということで、今回はラッキー VS アンラッキーの皆さんどうでしたか？個人的にはね、結構今回面白かった回なのかなと、思います。よければチャンネル登録、高評価お願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。